久保さん勝間勝代さん、そん、ん勝間、代そな本出してたんですね。なるほどなかなかひろきさんもツッコみますねんで今回は、うん、どうしようかなまあ勝間勝代さんもかなり動画しつこくやってますよね <laughs> すごいですよね <laughs> しつこい <laughs> つこい <laughs> まあ何かに取りつかれてるんじゃないかなっていう感じですけどねもう、まあ、僕も取りつかれてるかもしれないですけどうん 今回、ブッダの教えにしましょうか。ブッダの教え。まあ、いろんな教えってあると思うんですけども、あのいろんな教えの中で、まあ、一番いいんじゃないかなと思う教えがある,あるとするならばあの、ずっと何千年の歴史がある教えですね。うん、で、そこからヒントを得ると、まあ。イエス・キリストから学ぶこともあります。聖書からね。聖書もずっと語り継がれてるんで。ただ、あの聖書に関しては、 なんだろうな仏教と宗教ってちょっと違うところがあると思うんですね。多分どちらかというとまあ僕も詳しくないですけど、仏教は依存するというよりか仏教から学ぶと。でも宗教の場合は宗教を崇拝するみたいな感じがあるんじゃないかなと思いますね。宗教から学ぶというよりか宗教を崇拝する。仏教はどちらかというと仏教から生き抜く力だったりとかそういうのを学ぶと。まあちょっと意味合い違うかもしれないですけどね、僕の肌感覚のような感覚ですけども。 まあ、どんな教えでもいいんですけどもうん、まあ、長年その語り継がれてる、まあ、例えば、まあ、あ孫子の兵法とかもそうですけどもやっぱいまだにずっと語り継がれていて、まあ、成功してる人がそれを活用したりとかしていてやっぱそのテクノロジーがどれだけ進んだとしてもあの変わらないものっていうのがあってそれが変わさ何千年も変わらないものって多分さすがに本質だと思うんですね。 しかも、未だに使えるっていうのは、なんだろうな、時代に左右されないんじゃないかなと思いますね。その考え方っていうのはね。うんあ最近見つけた、その、菊田、菊田チャンネルですか菊田チャンネルっていう、まあ、コーチの菊田さんじゃないですけど、あの、仏教の教えの、仏教菊田、菊田、菊。うん。菊田、菊谷か菊谷さんっていう人ね。これ結構、チャンネル登録16万人いるんですけど、これちょっとね、最近ね、僕、聞いてますね。 仏教に学ぶ,学ぶ幸福論っていう昔の人はやっぱすげえなーみたいなねこういうの解いてたのかみたいなでやっぱ昔の言葉なんで分かりづらいんですけどもそれを解釈してゆあの伝えてくれるのでありがたいなっていうでも、まあ、この人ねメルマガもちゃんとやってるしなんかコンテンツビジネスも多分やってるっぽいんですよメルマガのセールスレメルマガもなんかあのセールスレターあるんでそう <laughs> メルマガのリスト取りのレターもあるんでちゃんとなんかやってんなっていう感じですね メルマガのせ、あの、レターがありますね。メルマガ。小冊子プレゼントと。LP がえ、仏教小冊子のプレゼントと。あなたの幸せ、あなたを幸せにさせない5つの間違った常識にしましょうか <laughs>、うん。これむ、小冊子というか、まあ、あれだと思います。無料レポートというか。うん。まあ、ちゃんとなんか理想通りしてますね。うん。はい。はい。いってらっしゃい。